器に入ったのが生湯葉ですね、白い器の方が、こちらもずくになります。で真ん中、だし巻きなんですけど中にカニ身ですね、まあ、身が入っています。で炊き物でガンマドキと、ブロッコリーですね、でオクラとトマトになっています。ブリ、タイと、ケンサキイカの甘いですね。で、冷やし茶碗蒸し。すき焼きも始めさせていただきます。まずこちらがボンジリといって鶏のお尻の部分です。そこから油を取った鶏の油です。あとはザラメです。まあ、上白糖って白いお砂糖もあるんですけど、カシワカって白くする技術がなくて、まあ、ザラメと。あとは焦がし砂糖も使われています。で今回ご用意させていただいたのがこちらのもみしゃぶになります。では最初お肉本来の味を見てもらうように2枚ずつ焼かせていただきます。ちょっと飛ぶのでお気をつけください。こちらのメレンゲを一色になるまで混ぜていただいて、
1枚はそのままで、もう1枚をこうメレンゲにつけて熱いもの。あとは残った具材を卵でとじて、はい、ご飯の上に。あ、親子丼。
ズレモンのアイスにモナカ、ミッキモチ、チェリーとオレンジです。